皆さん、こんにちは。このビデオは日本語能力試験 N4 練習問題読解のナンバー3です。じゃあ始めましょう。問題1、次の文章を読んで質問に答えてください。答えは1234から一番いいものを一つ選んでください。読解のポイントは、まず質問の文を読むことです。では、まず質問の文を読んでみましょう。読む時間が15秒あります。全部読めなくても大丈夫ですが、一番上の質問の文は必ず読んでください。今度は質問の文を頭の中に置きながらテキストを読んでみてください。読む時間は45秒です。では、テキストの文を読んでください。それから質問の答えを考えてください。答えは2番、朝起きられなかったから。問い、クエスチョン。トムさんはどうして約束の時間に遅れましたか？遅れます。Be late for the time。1番、時間を間違えたから。2番、朝起きられなかったから。He couldn't get up in the morning。3番、事故があったから、事故、アクシデント。4番、約束を忘れたから。答えは2番、朝起きられなかったから。次に、質問の答えがどうして2番なのか、一緒に読みながら考えてみましょう。質問、トムさんはどうして約束の時間に遅れましたか？今朝、友達のトムさんと10時に駅で会う約束をしました。私は9時45分頃に駅に着きました。でも10時半になってもトムさんは来ませんでした。私は事故かもしれないと心配になりました。その時、that time、トムさんから LINE で、ごめん、I'm sorry。今起きた。I got up just now。と
メッセージがありました。私たちは11時半に会うことができました。クエスチョン、トムさんはどうして約束の時間に遅れましたか？答えはここです。ごめん、今起きた。今起きました。約束の時間は10時でした。でも、トムさんは10時半になっても来ませんでした。その時、トムさんから LINE で、今起きたとメッセージがありました。ですから答えは2番の朝起きられなかったから、朝起きることができませんでしたから、約束の時間に遅れました。今朝、友達のトムさんと10時に駅で会う約束をしました。私は9時45分頃に駅に着きました。でも10時半になってもトムさんは来ませんでした。約束の時間は10時でした。でも10時半になってもトムさんは来ませんでした。私は事故、アクシデント、事故かもしれないと心配になりました。その時、トムさんから LINE で、ごめん、今起きたとメッセージがありました。ですからトムさんは10時半頃に起きました。朝、早く起きることができませんでした。10時半に起きました。私たちは11時半に会うことができました。約束の時間は10時でした。でも私たちは11時半に会うことができました。どうしてですか？トムさんが朝起きることができなかったから。朝起きられなかったから。もう一度テキストの文を一緒に読みましょう。皆さんも一緒に大きな声で読んでみてください。今朝、友達のトムさんと10時に駅で会う約束をしました。私は9時45分ごろに駅に着きました。でも10時半になってもトムさんは来ませんでした。私は事故かもしれないと心配になりました。その時、トムさんから LINE で、ごめん、今起きたとメッセージがありました。私たちは11時半に会うことができました。今日はここまでです。お疲れ様でした。